くんだ。これ以上伸びないからな。ここ空いてるでいいですか。いや、他空いてますよ。いや、ここいいです。いや、でも他いっぱい空いてますけど、広いですよ。でも、ここでいいです。ここがいいですか。ここがいいです。はい、トラックを見ながら食べたいんで。あ、そこですね。はい、高いです。はい、トラック並んでるみたいんで。じゃあ、よく立ちます。いいです。はい、あ、すいません。はい、空いてます。はい、です。はい、すいません。はい、ドライバーさんってどこ行きますか。僕はドライバーさんかどうか知りませんけど。そうですね、一応ドライバーですけど、僕は。一応ですか。はい、なんちゃって。なんちゃって。そうですね、なんちゃって二十数年なんちゃって。あ、なんちゃってですか。はい、はい、そうですか。はい、いいもん食べてますね。多分同じだと思いますか。同じですよ。一緒ですわ。ドライバーさん、ほんま相手にいいですか。あ、いいです。あんまり、はい、喋らないようにしないですか。はい、いいです。どんどん聞いてください。わからないことあったら。あ、わからない。僕も初めてなんで。一応わからないことだらけですけど、はい、じゃあいただきましょうか。はい、でもいきなり来ますね。いきなり来ますね。でもね、隣でいきなりですから、こう来る気全くなかったですよね。そうです、はい、はい、新しいこれトラック飯ちゃうんです。カリアパーキングのトラック飯。あ、なるほど。だからなんですね。ここドライバーの聖地、はい、ステーキの聖地、ラーメンの聖地といえば山岡屋、はい、からラーメンショップやけど、はい、そうステーキの聖地といえばカリア。あー、なるほど。です、はい、あ、ドライバーさんどこ行くんですか。僕ですか。今日僕あのちょっと北の方まで。あ、北の方まで、はい、道の駅遠いですね、今日は。はい、そんな気尽くしみたい。もう赤ちゃん以来です、前掛けは。ありがとうございます。じゃあ食べましょう、食べましょう、はい、どうやって取ったらいいですか。じゃあこんな感じ。取れます。わかんないです。じゃあ、いただきます。よし、じゃあ食べます。僕ね、ガーリック無理なんですよ。え、そこですか。ガーリックは無理なんですよ、これ。そこですか。いきなりガーリック。これ、はい、あ、ステーキ。じゃあ、このステーキこうかけたらいいですか。ですね。いただきます。なんかあれですね、最初の勢いなくなりましたね。いただきます。ドラゴさん、今日何積んでるんですか。今日はあれですね、コンクリートですね。コンクリート。コンクリートです。コンクリートでビュートで積むんですか。ユニットで。あ、うん、クレーンがついてるんです。クレーンですか。はい、そうですか。手積みは一切ないです。うん、これは僕に対して何かあれですか。嫌味ですか。いやでもあれですよ、僕もそんなバラないですよ。今日久々にバラやった。あ、バラやるとなんか手当てみたいですけど。なんか前はついてましたね。あ、前の、はい、あ、うんうん、あ、これトウモロコシ美味しいわ。なんかトウモロコシ抜けない瞬間なんだろうね。藤田さんちゃう。あ、そうです。トウモロコシ好きじゃなくて、トウモロコシ作ってるんですか、ね、あれ、なんで藤田さん知ってるんですか。知らないおじさんは。あ、なんで知ってるんですか。なんででしょう。あ、なんか動画上げてたから動画見たんですよ。あ、ちょっとしたあれですか。いつもなんかトイレとか釣ってトラックで積んでる動画上げてるからですか。え、わかりました。トイレとか。わかりました。検索した。あ、なんかあの重機じゃなくてちっちゃい乗り物とか。ちっちゃい。そう。あー、見たことあります。あ、じゃあ今度チャンネル登録お願いします。あ、しときます。しときます、はいはい、まだしなかったです、多分。なんか、ドラえもんさんなんか声聞いたことあるんですけど、あれ、いつもアルミよし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 言ってる方だよね。あ、僕なんです。あ、そうですか。なんか聞いたことあるかなって。アルミが出るときに、ええ、これ何か掛け声しとかんと、ええ、寂しいでしょ、一人。はいはいはい。だから二人おるような感覚になれるんですよ。よしよしよし。あ、そうなんですか。そうなんです。またチャンネル登録しとってください。あ、わかりました。すいません、すいません。うわ、ガーリック豚だ。でもこんなんあれですね、しょっちゅう食えないですね、正直言って。そうですね。
月1回食えるか食われるかですね。明日は僕もう透明も新透明も静岡県は全滅だったんですよ。そうなんですか。昨日台風静岡大丈夫どうだったんですか。僕あの家の物置がぶっ倒れたんですよ、はい、でも浜松まだ停電してるらしいですよ。停電です。信号ついてないです。あ、僕も詳しく知らないんですけど、昨日ツイッターで焼きそばようさん焼いてました。あ、なんか昨日見ましたね、そのツイッター。見ました、ようさん、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。どこまで行くか知らんけど。はい。僕は、もうあと、どのぐらいですかね。30キロぐらいですね。あ、ほんまか。じゃあもう、ゆっくりしてください。そうですね。はい、僕はあと、580キロぐらい。マジですか。はい。まあまあ、ぼちぼち行きます。